万引きの犯人を速やかに警察に通報して、10年以下の懲役、または50万円以下の罰金を。誠に遺憾ですね。残念です。おはようございます。唇ピンクだね。なんか食べた。マーラーピーナッツ食べました。あ、ファミリーマートのこちらです。あまりにも干渉が強すぎちゃって、うん、シーシーしてたわ。あ、どうもゆきです。食べてね、はい、今日はね、周辺機器を調整しようかなと思って、今さ iPhone11 を使ってるじゃん。これね、結構いろんな面で役に立つんだけど、でかいのよ。今見せるよ。今の状況ってこんな感じ、わかる？こんな感じで、すごくかさばるし、撮りづらいと。前々回の動画で紹介したんだけど、 DJ オズマ3を気になっちゃって、しかも、ね、ジンバル機能とか半端じゃなくて、録画するとこういうブレがなくなるんだよね。もう一生こうやって一緒に行ってくれるから。だからすごくいいなと。でしかも画質も最高だし、調べていくうちに分かったんだけど、あれナイトモードも素晴らしいらしい。しかも俺たちフルテロップにしてると思うんだよね。なんでフルテロップにしてるかっていう理由が、やっぱり聞き取れないとか聞きづらいっていうつもりでフルテロップつけてたんだけど、今回のそのオズモポケット3がマイクもついてんだよね。付属でもう一つマイク買えば、電源つけるだけでもう勝手にベアリングするらしい。設定しなくてもで、綺麗に入るし、しかも専用機だから、ザーっていう音とかそういうのもなくなるんじゃないかなと思って。ただ一つ難点なのが、この iPhone ってさ、エアドロップで飛ばせるからすげえ楽なのよ。MacBook Pro で編集してるから、はるちゃんは関係ないんだけど、MacBook Pro に移行するまでに、メモリーカードとか一手間かかっちゃうから、だからそこら辺がちょっと難点かなとは思うんだけど、まあ映像綺麗だし、夜の画角も綺麗だし、まあ手ブレ補正もするし、なおかつ内カメにしてて外カメにしたい時にさ、いちいち止めて外カメにしなくちゃいけないじゃん。それも一気になくなってすぐ解消されるから、まあ、それもいいなと。いろんなね、情報を見とくと、やっぱダメなところもある。ジンバルのここら辺が脆いらしい。だから、丁重に扱っていかないと、すぐ壊れちゃうらしい。あともう一つは、防水機能がないの。だから、雨の日とか使えませんの。なるほど。そうそうそう。別に、カメラが良くなったからって、再生数上がったりだとか、登録者増えたりしないってことは、俺たちは知っている。うん、こういうね、めっちゃ距離が離れてなくても、もうほんとここら辺だけでもこの画角取れちゃうっていう。で、さらに広角レンズっていうのもついてて、パチってなんていうの、マグネットではめると、もっと広角になるみたいな。そういった面でも優れていて、映像作品とか作ってると、とかも結構お世話になったりするらしい。2も良かったんだけど、さらに3はいいみたいな、すごい評価が高いらしい。ちなみに、さっき俺、はるちゃんとさ、はるたの前で、もう先着いたからプラプラしてる、じゃあ俺行くね、みたいな、ガーッみたいなやったら、待ってるねって言いながら俺が待ってた。オズモポケット使ってる人がいたの。3、えおい、めっちゃ使っとるやんみたいな。使い心地聞いたらよかったんですよ、外人の人に。おビューティフォーオズモポケット3みたいな。それどうですか。日本語やん。まあそんな感じでね、今回は DJ オズモポケット3購入していきたいと思います。それじゃあやっていこう。立ち上げるときに、ここ横にするだけで立ち上がる。やばで、しかもこれ一撃でこうやってぐるっと回るようになってる。一撃でほら、めっちゃ怖い。一撃なんかいろいろこう設定ができたりとか、ほらこういう風に 4K とか、今1080の今60、だいたいこれでやってんだね。俺たちのその映像ってのはこれでやってる、うん、こういう美顔効果っていうのできるし、こうやってほら、追ってくれるんだ。わかる？わかる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 。ほら、カメラの位置が変わらないね。そう、顔を追ってくれるような、これをこうやってほら、カメラが俺の顔を追ってくれるみたいな。そういうこともできるっていう。これだね、96,000円。これ全部ついてる。マイク一つついてる。でマイクはね、多分向こうにもう一つね、あったんだ。あ、これ？こう、これだ。白とクリア。でも多分クリアの方がいいと思う。嬉しいみたいね。昔あったよね。誰か言ってそれ。藤井なんとかって言った。藤井隆？そうそう。ええよ。いいよ。すごい。ハグ。はい。13万4000円もしちゃった。
かっけえ。俺たちの去年の収益全部飛んだ。全部飛んだ。あ、でも去年それだけの収益あったんだ。あったあったあった。すげえじゃん。全然あるよ。だって月にやばいやん。イエーイ。ガジェット系ってなんかワクワクするよ。新しいのとか。しかも YouTuber がよく使ってるようなさ、カメラあるじゃん、うん、めっちゃがっしりしたやつ、うん、それとこれ全然値段変わんなかったね。むしろこっちの方が高かったんじゃない。いや、そんなことない。向こうは11万かな、ソニーのやつで11万ぐらいするんだけど、まあ、でも今 DJI オズモポケットでしょ。時代はね。そう。しゃあ帰ってきたぜ。じゃじゃん、オズモポケット。1つしか入ってなかったからもう1つ買ったって。 SD カードと4フィルムとケア1年分4000円。これすごいよね。1年間で2回は交換可能。綺麗に交換だって。ダメになったら部品交換パーツとかだけど交換だって。丸ごと新品になるらしいよ。壊すつもりはないけど。でもやっぱさ、何かあった時のためにさ、やっぱなんかこのね、ジンバルのところが調子悪くなるとか言ってたからさ、シュリンクを開けて。おおおお、 DJI オズモポケット3-2-1ファイヤー。きたー。え、なんかシールついてる、シールついてる。これがバッテリー。バッテリーの下の三脚。これバッテリーつけたの三脚つけなくちゃいけないらしい。バッテリーをつけて三脚らしい。あ、それで高さ出るじゃん、バッテリーのおかげで。そうそう、いろんなとこにシールついてるから。はい、来ました。これがマイクだ。マイクです。つけてみて、これつけてみて。挟むタイプもできるし、あとは入れてインカムみたいにここから。へー、ええー、やん、それっぽ。 DJI オズモポケット3。おー、上手。を購入してみました、はい、はい、そんな感じで今回は終わりたいと思います、はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。インスタグラム、TikTok、X もやってるので、ゆうきはるなで検索してぜひぜひフォローよろしくお願いします。ギリギリゲット。それじゃまた。バイバイ。ガジェット、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、本当だ。違う女の子を撮る。美しすぎる。すごいよ。なお土産屋さんある。初めからお土産屋さん行くか。レジのお姉さんめちゃくちゃ可愛かった。え、で、なんで言わなかったの。なんでビビったの。言わなきゃ いけない時ほど言えないのよ。分かる。別に言わなくてはいいんだけど。でもね、伝えてもらった方がでも嬉しいよね、きっとね。あ、きっと嬉しいよ。だって普通に可愛いとかその褒め言葉は嬉しいでしょ。基本的に嬉しい。